もっと大勢の部隊に属していたんです。ホルと中佐たちは放射能検査をやっていたんだと思います。どういう方々がいたんですか、その確認というのは。空軍の警備兵たちとボビーと我々が呼んでいたイギリス空軍の警備兵たち、それに情報部員たちと大勢の将校、大佐とか少佐とか、それから司令官もいました。これがあの音だ。これは何だったんですか。地面の上に浮かんでいた例の黄色い物体に近づいた時、こういう高い周波数の音がずっと聞こえていたんです。ホルト中佐たちは UFO 着陸跡の周囲の木を赤外線スコープでチェックした。木の幹からは白い光がほとばしり出るように見えた。それは着陸していた UFO から発せられた熱が未だに木に残留していることを示していた。森を外れたところに広がる平原には黄色いもやが立ち込め、その中に不思議な物体が浮かんでいた。その周囲には高い周波数の発信音が連続して聞こえていた。ホルト中佐たちが見たものはこの世のものとは思えない異様な光景だった。森を抜けてやや広くなった平原に出てみると、そこには2つの赤い光が空中を飛び交い、地上30センチぐらいの空間に円盤型の奇妙な物体が浮かんでいた。赤外線スコープで見ると、それは透明な円盤の中から黄色いもやが吹き出ているような奇妙な物体だった。このテープの今聞こえていた部分に、ホルト中佐たちが UFO を目の当たりに見ている部分があります。ウインクした目のようなとか意味不明の部分があったのに気づいたと思いますが、それは一般に知られてはまずいことを無線で報告するときに、それそのものを直接描写しないで何かそれらしいことを言うという軍隊用の暗号なんです。軍隊では無線を盗聴される場合を考えて、秘密にしたい部分については暗号を使うという。ウインクしている目のようだというのは、夜の暗闇の中で UFO 全体の形を見てそのように描写したのに違いなかった。
このテープの中でホルト中佐が描写していることや、ここに録音されている状況は全て私が現実に体験したことと完全に一致していますが、大幅にカットされている部分があることも確かです。実際にはこの他にもいろいろなことが起こったんです。どういうところがダビングされて抜けてると思います？特に UFO の中から宇宙人が出てきた後が完全にカットされています。では1980年12月27日から30日にかけて、ウッドブリッジ空軍基地からわずかに800メートルしか離れていないこの平原で、一体どのようなことが実際に起こったのだろうか。ラリー・ウォーレン氏の証言とホルト中佐の録音テープをもとに事件を再現してみることにしよう。12月27日午前3時、2人の警備兵が森の中で小型の UFO を発見、上司に報告した。この時の UFO はリモートコントロールによる偵察用の小型円盤だったと思われる。翌28日、警備兵たちの報告に基づいて現場の実地調査が行われ、UFO の残した3つの着陸跡が発見された。さらにその翌29日、事態を重視した空軍副司令官ホルト中佐は部隊を率いて UFO の着陸跡に向かい、多量の放射能反応を検出した。周囲の木の幹には UFO がつけたらしい傷跡があり、放射能と同時に UFO からの熱反応が検出された。ホルト中佐は木の幹および着陸跡の穴からサンプルを採取し分析することを命じた。また現場の証拠写真も撮影されたが、これらの重要な資料は今もってどこかに隠されたままである。一方、空軍司令官ゴードン・ウィリアムズ将軍は隠された目的のもとに、ベントウォーターズ基地の警備兵数十名を別動隊としてレンデルシャムの森へ派遣した。ウォーレン一等兵はその別動隊の一員だった。彼らはなぜか森の入り口で携帯した武器を全て置いていくよう命じられ、4人1組の小部隊に分けられて徒歩で森の中へ向かった。ホルト中佐の部隊が現場の放射能検査というはっきりとした目的のもとに行動したのに対し、ウォーレン一等兵たちには作戦の目標について全く知らされておらず、彼らはただ無線での指令に従って前進したり立ち止まって待機したりを繰り返していた。12月27日、森の中で着陸している小型 UFO を3人の警備兵が発見した。2日後の12月29日、ホルト中佐の率いる調査隊が UFO の着陸跡へ向かい、現場で放射能検査を開始した。やや遅れてラリー・ウォーレン一等兵らの別動部隊がゴードン・ウィリアムズ司令官の命令のもと、ベントウォーターズ基地から現場へ急行、森の中に散開して次の指令を待った。その時すでに第一波の先発隊は森の中央に集結していたと思われる。ホルト中佐がこの夜宇宙人の乗った大型 UFO の着陸をあらかじめ知っていたかどうかは分からない。だが中佐自らテープに録音した通り、彼らは木立を通して2つの赤い光が飛び回るのを発見した。赤外線スコープで見ると赤い光は森を外れたところに広がる平原の上を飛び回っているようだった。地上には黄色いもやに包まれた不思議な物体が浮かんでいるのが見えた。ホルト中佐はこの状況を録音テープの中で、赤い点滅光がこっちへ向かってくる、機械だ、黄色い物体が見えると報告している。近づくにつれガイガーカウンターの針は異常に高い数値を示し始めた。物体は直径6メートルぐらいの透明な円盤で、中には黄色いもやが充満し渦巻いているように見えた。上空には軍用ヘリコプターが旋回していた。この時点でホルト中佐らの部隊は赤い光体と黄色い円盤型のもやを追って森の中央の平原に進出。ラリー・ウォーレン一等兵らの別動隊もまた森から平原に向かおうとしていた。ウォーレン一等兵たち別動隊は無線によって前進地点を確かめながら、ホルト中佐の部隊とは別の方角から森を抜けた。